皆さんこんにちは。今日はハッピーセットをご紹介します。今回はポムポムプリンのおもちゃを6種類あるんだけど7セット買ってきました。1個かぶるかもしれない。ちょっと1個多めに買ってきました。それと絵本と図鑑が新しくなったのでそちらも買ってきました。それでは早速開けてみたいと思います。はい、こっちからね。じゃあこのまず一番図鑑からこっちにある図鑑に、ほら図鑑の動物です。ネズミの仲間たちクイズがついています。フレーディードッグは危険を感じるとき仲間にどうやって知らせる？ 1. その場でぴょんぴょん跳ねる。2. 仲間のところに走っていき肩を叩いて知らせる。 3. 犬のような鳴き声を上げる。 3. 3. 鳴き声を上げる。はい、正解は3番、犬のような鳴き声を上げる。ゆうちゃん正解です。鷹などの敵が近づくと犬のような声で鳴いて仲間に知らせるためプレーディードッグ、かっこ犬という名があります。今回ゆうちゃん正解したね。いつも外れちゃうからね。今回あれなんだね、この図鑑はネズミさん、ネズミの仲間のことが書いてあるんだ。げっ歯類っていうかさ、かわいいよね、ネズミの仲間はね。今回の絵本は黒猫ちゃんの冒険という絵本です。うわー、狭くて暗いベッドの下は宇宙につながっているのね。カリ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 、チャコがお月様をひっかくとパラパラパラ、空から星が落ちてきたよ。川に泳いでいるお魚たちが落ちた星を美味しそうにパクンパクン食べているよ。じゃあお楽しみのこのポムポムプリンの4番ポムポムプリンにぎにぎクッション。すっごい気持ちいいよ、ゆっちゃん。ねえねえゆっちゃん、気持ちいいよ、握って遊んでねしか書いてない。欲しいのどれだっけ？私これ。あ、欲しかったやつ。うん、イエーイ、出たー。一回目で出た。あと震えるなんだかなんだか。あ、震えるやつね。震えるやつ。あと四つ葉のクローバー。優しく光るポムポムプリン。下のスイッチを入れると光りまーす。欲しかったやつ？それではないけど、うん、かわいいね。これ喉乾いた時、夜喉乾いた時下にこれ持ってけば見えるんだよ。電気つけなくても歩ける。そういうこと。ね、ポムポムプリンがさ、スケルトンでさ、お腹なんか見えちゃってるよ。あ、そうだ、もっと電球食べた。電球したように。電球食べちゃったの？電球こじれて出てくる。おやすみポムポムプリン。裏にスイッチがついていて、これをオンにしてポムポムプリンを押します。おやすみ。かわいくない？誰？おやすみ。おやすみ。ゆっちゃん出なきゃ。おやすみ。嬉しい。ブルブルするポムポムプリン、ゆっちゃん欲しいやつ出ました。後ろのダイヤルを回すと
近いかな、分かりにくいかな。これさ、あの置いた方が分かるよね。遊びに来た遊びに来た。うるせえわ、帰ってった。おやすみパムパムプリン、かぶっちゃいました。でもさ、まだチャンスはあるからね。触って落ち着くポムポムプリン、耳と手が動かせます。クイックイッと。はい、うさぎ腕も上に上げたりできる。あの、くるっと回して、ガムザー代わりにこっちもバンザーイって。優しく光るポムポムプリン、かぶっちゃいました。ゆっちゃん、ゆっちゃん、結局さ、あのクローバー持ってるさ、ポムポムプリン出なかったそれだけ出なかった。一番欲しかったのにね怒ってるよ。四つ葉のクローバーってあんまりさ探せないからさ、四つ葉のクローバーってあんまりさ出てこないんじゃない。そういうこと。激レア、激レア。すっごくすっごっゆうちゃん、じゃあ怒りのダンスして。怒りのダンス怒りのダンス。みんなも集めてみてね。じゃあねー。